371系電車は、かつて、東海旅客鉄道で運用されていた、特急系直流電車である。御殿場線と小田急電鉄小田原線を、相互直通運転するために登場した車両で、JR 東海となってから、初めて新造をされた、在来線用特急系電車である。7両固定編成1編成のみが製造され、 当時の通商産業省より1991年度グッドデザイン商品に選定された。登場以来、同時期に登場した小田急2万系すともに特急朝霧に運用されたほか、静岡地区のホームライナーでも運用されていたが、2012年3月17日のダイヤ改正をもって朝霧とホームライナーの定期運用から外れた。 以後は臨時列車として運用されていたが、2014年11月30日をもって営業運行を終了し、2015年3月20日付で車席が抹消され、背景列となった。本校では以下、日本国有鉄道は、国鉄、東海旅客鉄道は、JR 東海、小田急電鉄は、小田急、小田急3000型は、SE 車、小田急2万型は、 ソ社小田急6万型はムズ社と表記する。五殿場線では小田急が1950年から新宿から直通する準急列車を運行しており、五殿場線が電化された1968年7月以降は8両連接から5両連接に短縮した SE 車を使用した連絡急行を朝霧として五殿場線に乗り入れていた。同時期に国鉄でも東京から 東海道本線経由で直通する急行列車として、御殿場を165系によって運行していたが、所要時間が朝霧と比較して長かったこともあって乗客が定着せず、1985年3月13日、限りで廃止されていた。一方、1964年頃からは、乗り入れ区間を沼津まで延長するという要望が出ていたが、当時の御殿場線は、 御殿場から裾野までの約 15km にわたって列車交換設備がなく国鉄の財政的な問題もあって進展を見なかった。国鉄分割民営化後の1988年7月に小田急から JR 東海に対して車令30年を超えた SE 車の更新について申し入れがあったことや御殿場線の利用者が増加したことに対応して 1989年に、藤岡と岩波の両駅に列車交換設備が新設されたことがきっかけとなり、小田急と JR の間で、相互直通運転に関する協議が進められることになった。この協議の中で、特急に格上げした上で、運行区間も沼津駅新宿駅間に延長し、合わせて2社がそれぞれ新型車両を導入した上で、 相互直通運転に変更することとなった。この頃の JR 東海では、優等列車の車両を機会によるイメージチェンジと合わせ、イベントや観光開発を推進することで路線の総合改善を図るという手法をとっており、すでに高山本線で実績を上げていた。古典場線においても同様に行われ、新しい観光ルートの設定による広域観光の進行。 既存ルートと合わせた、需要喚起、赤字路線である、五天馬線のイメージアップと活性化という期待をかけ、近代的なイメージの車両を送り出すことになった。こうして、ソフトで洗練されたデザインをコンセプトとして、小田急との相互直通運転車両の企画仕様に関する協定書に基づき、基本仕様を同社ス車と統一した車両として登場したのが371系である。 本節では、登場当時の仕様を記述する。371系は7両固定編成で、系列中に4形式が存在する。編成については、編成表を参照のこと。雲百371系両端の先頭車となる、制御電動車で、終電装置と主制御装置を搭載する。新宿型先頭車が0番台、沼津型先頭車が100番台。 モハ370系、クモハ371型と電動車ユニットを構成し、2号車と6号車に組み込まれる、中間電動車で、室内照明や、冷暖房などのサービス用補助電源装置を搭載する。番号区分は、同じユニットのクモハ371型と同様で、新宿型6号車が0番台、沼津型2号車が100番台、モハ371系5号車に組み込まれる。 単独の中間電動車で、終電装置、主制御装置、補助電源装置を搭載する。一両しか存在しないが、番号区分は200番台となっている。サロハ371系3号車と4号車に、組み込まれる2階建て構造の普通、グリーン号作り付随車で、2階がグリーン客室、1階が普通客室である。新宿方が0番台、沼津方が100番台。 クモハ三百七十一型は、車体長二万1 0ミリメートル、全長二万千二百五十ミリメートル、モハ三百七十型と、モハ三百七十一型は、車体長一万九千五百ミリメートル、全長二万ミリメートル、サロハ三百七十一型は、車体長一万九千七百五十ミリメートル、全長二万二百五十ミリメートルで、いずれも、車体幅は二千九百ミリメートルの、 全金属製車体である。屋根と出入台、売店部分の床板はステンレス製、それ以外は普通構成である。先頭部の形状は3時元曲線で構成された流線形飛貫通構造で6枚の3時元曲面ガラスで構成し、屋根部分まで一体感のあるデザインとした。先頭部下部には格納式連結器を装備する。 二階建てのサロハ371型は、ボリューム感を持たせるために中央部の構え体下部を膨らませたため、一車両で二種類の車体断面を有する。側面客用扉は、各車両とも一箇所で、外引き式のプラグドアが採用され、扉幅は 800mm 幅とした。限定した扉を扱うケースに対応し、乗務員室からの操作で、半自動開閉指令を行い、 天井員が各乗降口に設置されたスイッチで開閉する半自動扱いも可能としている。普通車の側面窓は長房に配慮し幅 1650mm 高さ 1020mm のサイズとして窓柱の幅を 350mm として配置した。窓の上辺は車内の荷物棚下端で窓の下側座席の肘掛けより低い位置である。 サロハ371系の中央部は大型の曲面ガラスで1階と2階をつなぐ縦の連続窓風に配置し編成全体でダイナミックなアクセントとなることを狙った。車両間の貫通路は 750mm 幅となっているが2両のサロハ371系の間は2階部分で貫通させており、この箇所のみ 650mm 幅とした。 二階建て車両の一階階側には非常小口を設置した。塗装デザインは新幹線100系と同一の色を使用したデザインとした。側面種別、行き先表示器は2種類の配置があり、雲波371型とモハ371型は列車名と座席種別を横に並べたタイプ、も波370型とサロ波371型では列車名と 座席種別を縦に並べたタイプである。全車両に共通する内容として、室内照明はダブルデッカーの1階も含めて全て間接照明を採用し、床は全てカーペット式とした。また、客室端部には LED スクロール式の情報案内表示器を設置した。折り返し駅での座席方向転換の時間を短縮するため、電動式の一斉回転機構を採用した。 また、古典場線と小田急小田原線を結ぶ連絡線にはデッドセクションが存在するため、セクション通過時に室内灯が消灯しないようにインバータ付け直流蛍光灯を採用した。座席番号表示は国鉄 JR 方式の窓側と通路側をアルファベットで分ける方式ではなく、小田急方式の車両ごとに連番とする方式である。グリーン車の室内色は、 季節感をテーマとした。座席は二人掛け座席の幅が千二百五十ミリメートル、一人掛け座席の幅が六六百十ミリメートルのフリーストップ式、回転リクライニングシートを採用し、海側を一人掛け座席としたシートピッチ百ミリメートルで配置した。座席には大型の背面テーブルとフットレストを装備し、肘掛けにインアームテーブル、液晶テレビ等の AV 装置や、 スチュワーデスコールスイッチを組み込んだ。座席上部には、スポット式空調吹き出し口と読書灯を設置した。普通車の室内色は、グレーと淡いピンクによって、明るく落ち着いたデザインとすることを狙った。座席は、回転式の二人掛けフリーストップ式、リクライニングシートを採用し、シートピッチ 1000mm で配置した。すべての座席には、背面テーブルとフットレストを装備し、 肘掛けはレザー張りとした。二人掛け座席では、車両の重列で表皮の色調を変更した。なお、サロハ371系の一階席のみ、シートピッチ 1100mm とし、一階席階側のみ一人掛け座席を、配置しグリーン車並みの居住性を確保した。また、サロハ371系の一階席倉下には、前後方向に細長いテーブルと小物置き場を設置した。 サロハ371系の出入台は、車半準備室や客室への階段などが配置される、オープンな機能空間としてデザインした。2階客室への階段は、メイン通路となるので、幅1メートルと広く確保し、手すり部分には、大型のガラスを収めた。この階段の海側を電話コーナー、山側を1階客室への階段とした。 車内販売の基地となる車販準備室は、サロハ371系の平屋部分に設け、海側にカウンターを設置し、山側には、折り戸の収納庫を設けた。カウンター内には、電子レンジや冷蔵庫を備え、簡単な調理が可能である。モハ370型には、トイレと化粧室を設けた。例番台では、和式便器、百番台では、身体障害者対応の洋式便器とし、 男性用小便器ブースを併設した。また、列車内専用の車椅子を2号車に常備した。電装品や台車については、211K5000.6000 番台、213K5000 番台や 311K で、採用実績のあるものを採用した。主電動機については、出力 120kW の直流直巻補機は目つき、電動機を採用し、 各電動台車に2台ずつ増加した。クモハ371系、モハ370型は、CMT61A 型、モハ371型では、CMT64A 型を使用した。7両中古両が電動車となり、御殿場船内の急勾配においても、時速 100km 以上の速度で途半が可能な、性能を有する。主回路制御装置についても、 採用実績のある改正ブレーキ機能不快、自転化レージ制御方式で、クモハ371型に搭載されているのは、CS57A 型、モハ371型に使用されているのは、CCS59A 型である。台車は、動力台車が CDT59 系、付随台車が CTR243 型で、いずれの台車もすでに採用実績のある。 洋断発系軸羽根式軽量空気羽根、ボルスタレス台車である。二階席の座面と車両の重心が高い付随車の台車にはアンチローリング装置を設けた。終電装置は、菱型の CPS24A 型をクモハ371型とモハ371型に設置した。冷房装置については、JR 東海で標準となっている。 冷房能力1 8 0 0 0カロリー h のインバータクーラを各車両に2機ずつ搭載したがマイコン制御で冷暖房及び除湿と換気をコントロールする方式を採用し電子フィルターや脱臭装置も設けた暖房装置については座席下の客台に吊り下げる方式として足元スペースを広くすることを図った補助電源装置は出力キロワットのブースター式 DC DC コンバータである SC25A 型をモハ、oh、370型とモハ、oh、371型に搭載したが、これも3 1 1系で採用実績がある機器である。電動空気圧縮機と蓄電池についてはモハ、oh、370型に搭載した。運転台の主管制御機は JR 東海で初採用となる右手操作のワンハンドル式を採用した。マツダでの乗務員交代の際に、 保安装置の切り替えをマスコンキー1本で可能とする装置を設置した。運転台コンソールは艶消しのダークグレーとし、運転中に使用しない機器は、ケーシング内に格納した。スシャトリングする371系、アシャギリ、ホームライナーに使用される371系本系列は1991年3月16日から、 ホームライナーで静岡から沼津まで営業を行い、沼津と新宿の間を、朝霧2号、朝霧3号、朝霧6号、朝霧7号でに往復し、一旦山島に改装されてから、ホームライナーで浜松まで運行した後に、ホームライナーで静岡に戻る、基本運用によって、運用を開始した。この運用は登場以来ほとんど変更はなかったが、2009年3月14日の、 ダイヤ改正以降、朝霧7号到着後のホームライナーが沼津始発に変更されたため、沼津から三島までの改装運用がなくなった。ホームライナー運用時は3号車と4号車の2階席部分は締め切り扱いとなり、利用できない措置が取られていた。定期検査は名古屋工場で行われたが、371系は1、編成しかないため、検査の際には、 朝霧全列車にスシャが運用された。一方、ホームライナーにはスシャは使用されず、165系や313系などがホームライナーに使用された実績がある。また、車両故障や普通の際には一部区間を運休の上、小田急線内のみを小田急の他の特急車両で運行することがあった。2003年4月6日の小田急の座席予約システムが、 更新時に、それまで連番方式だった座席番号の表示が変更され、窓側を A 席、D 席、通路側を B 席、C 席としたため、車内の座席番号表示も変更された。2006年までに、パンタグラフが、菱形の CPS24A 型からシングルアーム式に換装したほか、2号車の15番座席が、車椅子対応の一人掛け座席に変更されたので、 定員が2名減少した。小田急 JR 東海の当列車相互のリーれ終了及び使用者種変更のため2012年3月17日のダイヤ改正をもって定期運用から離脱した。臨時列車編集朝霧運用終了後は臨時列車として以下の運用についた。快速。 さわやかウォーキング5天舗、ライナー号2012年6月17日24日に、静岡駅駿河小山駅、松田駅間を一往復運行。快速、岩田ウォーキング号2012年12月9日に、沼津駅浜松駅間を一往復運行。快速、小山ウォーキング号2013年6月23日に、静岡駅駿河小山駅間を一往復運行。休行。 富士山、トレイン371号2013年7月20日21日27日28日8月3日4日2014年2月8日9日11日15日16日22日23日に浜松駅5点場駅間を各日1往復ずつ運行休行。 中仙道トレーン371号2013年10月12日から14日19日20日26日27日11月2日から4日に名古屋駅の来駅間を各日1往復ずつ運行売店の営業も行われたこれに先立ち2013年6月9日には中央本線において試運転が行われている 371系電車の最終運行となった臨時列車御殿場1080周年371号。休行、中仙道トレイン号2014年11月1日から3日8日9日に名古屋駅奈良駅間を各日1往復ずつ運行。前年に引き続き売店の営業も行われた。休行、 御殿場1080周年371号2014年11月22日23日24日29日30日御殿場1080周年キャンペーンの一環として運行同運用を最後に371系は退役となった団体列車前日の通り平成27年3月に車席抹消されたことにより同車保有の在来線電車は 全車ステンレス製になった。富士急行への譲渡、編集富士山ビュー特急で使用される8500系371系は JR 東海での運用が終了した後、翌2015年に富士急行へ譲渡された。これは、同社で富士山特急として運転されてきた2000型が2016年2月7日に引退するため、 その後継車両として導入することが計画されたもので、譲り受け後、7両編成から3両編成に改造、内装と車退職を一新し、2015年度中に営業運転を開始する計画が立てられた。車両デザインは、三戸岡英治が手掛け、車両の改造は、JR 東日本の長野総合車両センターが施行した。2015年3月に、 JR 東海より譲渡された車両は、同年9月30日に、同センターでの改造を終えて、出場、公衆輸送で、長野大月富士山の経路で輸送されて、納入された。当初の予定よりは遅れたものの、納入された車両は、同社の車両技術センターにて、内外装の整備が施された後、8500系の、形式名で2016年4月23日より、 富士山ビュー特急用として運行を開始している。同社における富士山ビュー特急の取得、改造費用は総額470、69、9000円。なお、旧小田急ス社もすでに上記の2000型を置き換え、8000系の形式名で富士山特急用として2014年7月12日より運転されている。ハンデーシー制御電動車、M、電動車、 t, 不随車、コン、制御装置 scv, 補助電源装置 cp, 電動空気圧縮機 pt, 終電装置 bt, 蓄電池場乗務員室グ、グリーン席半車半準備室 wc, トイレ化粧室電公衆電話富士急行8500軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。